スタンドにはたくさんのサポーターが詰めかけています。この素晴らしい雰囲気の中で起こるダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。湘南はこの試合 3-5-2 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？そうですね、この場合の2トップは常に動き、相手ディフェンスを混乱させる必要がありますよね、はい、そしてフォワードの1人がポストプレーになり、もう1人はシャドウの役割になる、うん、さらにはトップ下の選手も積極的に飛び出してゴールを狙っていくスタイルが。キックオフです。湘南ベルマーレ対アルビレックス新潟、エキシビションマッチをお届けしてまいります。やはりこの前半の立ち上がりですよね、はい、ここで自分たちの流れに持っていけると1試合通したゲームプランも立てやすいですからね。落ち着いていきたいところですよね。なるほど、どういった立ち上がりになるんでしょうか。池田サイドへの展開、藤原ここは読んでいました。新潟カウンターを仕掛けます。新潟がちょっと今日は引いた配慮をしてますよね。前から一発で行かず構えているというか、やっぱりこうスペースを空けたくないんでしょうね。秋山スルーパスを狙う、水戸クロス頭できた、止めた。阿部池田柔らかいボール、藤原流れを止めます。中野ここは下げます。もう一度組み立てます。長いボール縦に入れます。大井はこのボールに触ります。